こんにちは、シマスですえ。ブラックフライデーは終わってしまいましたが、このタイミングで買って良かったシリーズをやっていこうと思います、えー。Amazon なんかで買えるめっちゃコスパが良かったなと思うものとか、意外と知らないんじゃないかなと思うマイナーなものなんかを紹介してみようかなと思います。で前紹介したこのコンビネーションルーラーの違いについてもちょっと補足したいかなと思います。ということで、まず紹介したいのは Amazon で買った超高ボアビットのセットです。 このセットはアマゾンで三千円前後で十八本のボアビットセットが揃って、しかもそれがすべて超高というありえない価格のコスパが良すぎるボアビットです。この先端の刃の部分が超高チップになっています。超高についてちょっと三十秒ぐらいで説明しておくと、超高っていうのは文字通り超硬い素材で、切削工具っていうのは基本的に鉄に炭素が混じったいわゆる鋼から、その鋼の上位で金属も加工できる ハイスピードういわゆるハイス。そういったものでできているんですけども、超硬合金っていうのは鉄ですらなく、タングステン、単価タングステンを取材とした合金で、正方からして鋼とは全くの別物なんですね。ハイスピード鋼よりもハイスピードに強いので、トリマービットなんかはほぼ超硬ですね。こういうエンドミルなんかは全体が超硬で、こういうドリルはね、この先っぽに超硬のチップがついてるっていう感じですね。 まあ、コードには優れるんですけども、人生においてはハイスに劣るなど、まあ、そういう細かいところは、もうちょっと専門的なサイトなんかで調べてもらえるといいかなと思います。でサイズのラインナップなんですけども、まあ、15ミリから16ミリ、26ミリまで1ミリピッチであって、28、30、32、35、38、40という18種類のバリエーションになってます。 正直、ね、このサイズはもうこのセットだけ持っていれば何も買い足す必要はないんじゃないかなと思ってしまったりもします、まあ、もちろんボアビットなんで深いなっていうのはこういうのに比べると得意ではないんですけど、まあ、総評としては切れ味20精度がが三角コスパが無限って感じですかね個人的にこれを買った目的っていうのはこんなふうな化粧ネジを入れる時の2段穴の加工をメインにしたいなと思って買ったんですね まあ品用するであろう15から20ぐらいの間のやつが 1mm ピッチで揃ってたっていうのもポイントで,で大きいサイズはね30ぐらいしか使わないしそこまで求めてたわけではないんですけどもあればねいざという時便利かなっていう程度ですねまあめちゃくちゃ安かったんでねもし外れであってもまあ諦めるかっていうのとまあ個人的に超高信者だったっていうのもあって購入してみました切れ味についてはね35ぐらいのサイズで普通公のボアビットと比較してみると まあ、覆しようのない物質的な差っていうのを体感できましたね。ちょっと試してみましょう。それではこの1万五千円ぐらいの安物のボール盤で24ミリの針用樹杉の合板に穴を開けてみようと思います。こういうボアビットって負荷が強いから結構途中で止まっちゃうっていう経験みんなしてるかなと思うんですよ。この長考の35と普通のボアビットの比較をしたいんですけども、これもまあちょっと結構使い込んでるで、同じくかなり使い込んだ E、えー、バリューのボアビット。でこれさっきホームセンターで買ってきた完全に新品の SK のボアビットですね。これちょっと比較してみようと思います。この3本で加工にどれぐらい時間差が出るか実験してみようと思います。 次は新品ですいきますちょっと深さ制限かかってたんでもう一回やります 全部開いたんで加工時間を動画内で計測してみるとこういう感じですどれぐらい違いますかね体感的にはちょっと早かったんですけどねでこれは最近よく使っているチェリーの板ですこれに彫ってみます 切断面はこういう感じです。ここの切り口も、底も、かなり綺麗に切れてるかなと思います。焦げもありません。こういう切れ味については、スタイムさんのね、ウェーブカッターとか、まあ、普通こうであってもサクサク切れるのかもしれないんですけどね、まあ一本あたりのお値段でこのセットが変えてしまうっていうのも事実なんですね。 ね、Amazon レビューですごく見られたのが精度なんですけども実際こののの大きさが少ししずれてるっていうのはありましたえ具体的な測定にはこの0.01単位のデジタルノギスを用いてこの測定でこのような0 1ミリ以下の誤差はまあ合格かなとして0 1ミリ以上の誤差が出たものはこの大きめの径の5本でしたね。 十八本中五本です。二十五ミリが、えー、約マイナス零点二で二十六がプラス零点一五二十八がプラス零点二三十がプラス零点一五三十五がプラス零点二まあこの誤差がどのようなものかというと、まあ、手元にあった E バリューとか SK のフォアビットっていうのは零点一以上の誤差っていうのは出ませんでしたね。 やっぱり検品がすごいちゃんんとししてるんでしょう、ね、まあこの誤差を見て18本のうち5本は使い物にならないのかっていうふうに考える人には向かないかなと思います。まあ、ダボに使うサイズではないし正直私の作業でこの誤差が問題になるっていうことはまるでないんで、まあ、すごくよく切れるボアビットが激安で大量に手に入ったっていう喜びしかないかなっていうところですね。 このさっき開けた 35mm っていうのは、こういう長板によく使う穴ですけども、この穴のサイズが35.2になったところで、問題になることっていうのはほぼないと思うんですよね。むしろ穴を開ける位置が0.2以上ずれることの方が多いかなと思います。この前コンマ1レベルの調整ができるジグみたいなのを紹介しましたけど、その後で言うと台無しなんですけど、穴なんて大体開けばいいっていうシーンの方が多いですよね。私はね。 でアマゾンのレビューなんかで他にもあったのが軸がブレてるこの中心の位置決メの出っ張りが、まあ、ずれてるっていうことなんですけど。 この直径サイズが微妙に違ったやつをいくつか回してみたんですけど、私にはわからなかったっすね。まあ使っててそれを感じたこともないですね。もちろん当たり外れがあると思うんですけども、もしなんかあればね、箱の中にこういうの入ってるんで、まあ連絡してみてもいいんじゃないでしょうかね。で、普段使いにおいてはね、根元が六角じゃないんで、こういうインパクトなんかでは使いません。 ドリルとかやったらいけるんですけど、ボール板がやっぱ一番安定するかなと思います。というのも、この先っぽを見てもらったらわかるんですけど、これ自在切りみたいに、カットのチップがポイントでついてるんですよね。で、こっちはギザギザについてる。だから安定感には少しかけますね。まっすぐ打てば、まあこんな風にいくんですけど、斜めに入れたりすると、こうかな。 あまあ、こんなにななりますね、まあ、こんな斜めに入れる人いないと思うんですけどこっちはどうかというと斜めにすると斜めでも結構安定する暴れる時は暴れる、うん、確かねこのタイプって斜めも OK ってパッケージに書いてたような気もしますというわけでこの超高バービットこれね実は結構前に買って まあすごいいいなと思ってずっと紹介しようかなと思ってたんですけど微妙な寸法な狂いとか当たり外れがありそうなのがすごい嫌な人もいるんじゃないかなと思ってなかなか紹介するのをためらいがありました、まあ、私はすごく使えるなと思ってるんですけどその辺は個人個人の判断かなと思います次に紹介するのが G17 のスプレータイプこれ知ってましたか もっっっと早く知知りたかったたかんんですけど最近知ったんですすけけどど最近ねこれね何でもかんでもひっつけることができるいわゆるゴム系接着剤っていうやつなんですけど建築内装用にはねこちらの G10 っていうのがよく使われるんですけども接着力だけででうとこっちのの G17 方がいいいらしいですねなぜこの G10 の方がよく使われるかっていうとこちらの G10 の方がいろいろと作業に余裕が出るっていうことかなと思います。 例えば接着のための有用時間材料に塗った後にえしばらく待ってから貼り合わせるんですけどもこっちの方が少し有用時間が長くて貼り合わせの際にも G10 の方がわずかに修正が効くようですとはいっても、まあ、こっちもね一度合わせるとそう簡単には剥がれないんですけどね、まあ、このタイプのボンドを木工 DIY でどういう時に使うかっていうとこういう板に板ものを貼るとき 例えばね、これがメラミン化粧板であったり、まあ、プリント合板。まあ、そのような広い面を貼り付けるときには、本当にベストパートナーなんですね。まあ、他にも合板の小口なんかに、こういう木材を貼り付けるとか、そういうときにもよく使われます。ステンレスなんかを貼り付けることもできます。まあ、この類のボンドは、何でもかんでも強力かつ速乾で貼り合わせられるので、まあ、すごい便利なんですよね。呼び名的には速乾ボンドと言いますし、まあ、G ボンドとか、 速乾固定って言ったりしますね。これで貼り合わせるの。ただね、非常に粘性が高いんで、普通の刷毛なんかでは塗ることはできなくて、竹ブラシなんかを使ったりするんですけども、広い面積の均一な塗り伸ばしっていうのが結構めんどくさかったんですよね。まあ、ベニヤなんかで伸ばしたらいいんですけども、まあ、使い方っていうのは別の動画でやってるんで、まあ、それも見てもらえたらいいかなと思います。まさにその広い面の塗り伸ばしが、このスプレー型やったらめっちゃ簡単になるんですね。 ちょっとこのベニヤを貼り合わせてみましょうか合板、メラミン化粧板、内装工事まあいろいろ書かれてますね金属もねこ <noise> んな感じかな パターンが広がりにくい場合は室温20度前後に戻してから使用すると書いてるんですけど今ね多分1213度ぐらいじゃないですかねでこういうゴム系ボンドって塗ってから少し待つんですけどこれも20度で2分から10分まあ5分10分待ってみましょうかちょっと10分ぐらい経っちゃったんですけどこっちの G17 の方はあんま時間を置きすぎるとつかなくなっちゃうんですけど合わせます しっかりひっつきましたちょっとひっつかないぐらい乾いてしまった場合には2回目塗ってもう一回剥ぎ合わせればいいらしいですねやったことないけどこれでねもう十分十分な強度が得られるっていうのが速乾ボンドのいいところですねゴム系接着剤はどれもそうなんですけどもこういう面の接着はいいんですけどこういう小葉のね剥ぎ、えー、合わせとかそういうのは向きません プレーだから拡散するっていうのはあるんですけども G ボンドをはを出してきて塗るのが面倒くさい時にはすごい便利かなと思いますまあこれのチューブタイプも小口なんかに塗るには掃除機みたいなノズルで簡単に塗れるんでそれも便利なんですけどね金額はこれが1,000円ぐらいでこれがまあ1,000円しないぐらいですかね 容量的にはこっちの缶の方がお得だとは思うんですけど、まあスプレーもすごい使いやすいですね。というわけで G17 スプレーでした。で、続いてこのコンビネーションルーラー。前回ね、実機はこの新潟世紀さんのやつしかなかったんですけども、 このエンパイアのブランドのやつも結構いいんじゃないかっていうふうに紹介したと思うんですけども実際に買ったんで比較してみたいと思いますパッと見てなんとなくわかる人はわかると思うんですけども素材的なスペックはもうこっちの方が上かなって思いますまあ比較していくとこのルーラー部分がこっちはアルミですけどこっちはステンレスですねまあ耐久性も信頼性ももちろんステンレスの方が高いかなと思います で、この部分、なんて言いますかね。ガイド部分、ベース部分は、新潟世紀さんの方はスチールの焼き付け塗装っぽいやつ。で、角がまあ丸まってるんですよね。まあ、宿命ですけど。で、こっちのエンパイアの方は、中、まあ、鉄っぽいやつの、この平面加工、削りの平面加工がしてあるんですよね。プロ用の昇降板とか、常盤とかにされてる加工と、まあ、似たような感じかなと思います。まあ、あんま詳しくないですけど、 でここの素材の肉厚もこっちの方が分厚いんで重量も全然違います、まあ、1.34倍ぐらい違うかなっていうところですね測りがないんであれですけどでこのスライド部分のスライド性能こっちはねもともとこの部分にスプリングが入っててでそのせいでスライドしにくいっていう話をしたと思うんですよだからそれを取り外してワッシャーに変えた方が使いやすいですよ って言ったんで、実際そうして私も使ってるんですけど、このエンパイアの方、これもね、もともとここにスプリング入ってます。で、今も入ってるんですよ。で、実際買った時から、スライドね、全然滑らかなんですよ。今閉めた状態から、ちょっと緩めただけで、もう十分滑らかに動いてくれるんですよ。まあ一応シリコンスプレーとか塗りましたけどね。だからワッシャーに変えるまでもないなっていうところですね。このまま十分使えます。 まあこっちもワッシャー取れば十分滑らかに動くんで問題ないんですけどここの目盛りでルーラーを合わせるんですけどこっちはねここ面取りされてるの分かりますかね丸くなってるでしょ角がだからこの数値をぴったり合わせるには他の定規をあてがってやった方が正確にできるんですよねこれ単独でぴったり合わせるのは難しいでもこのエンパイアの方は ここの角がピンピンンに出てるんですよねだからここの目盛りももうピッタピタに合わせることができるんですね。こういう感じ。寸法の精度ここの45度と直角ですけども新潟正紀さんまあいろいろ測ったんですけども誤差はねもう全然確認できなかったっていうことでエンパイはどうかというとこっちもね 全然誤差は確認できませんでした。こっちと同等くらいで十分信用できるかなと思ってます。まあ、個体差はあると思うんですけどね。これ良くなかったって言ってる人もいたんで。まあ、ここまで言うと絶対こっちの方がいいじゃないかって思うかもしれないんですけど、まあ、お値段もねその分少しこっちが上です。こっちの方が DIY 的な価格です。 で重量的にこっちの方が重いって言ったんですけどもその点ねこっちの方が軽量っていうのは使い回しはしやすいですこんな風に材料に当てて直角を出す時とかここは重いとねこうなるんで、まあ、こっちの方が取り回しはしやすいですねというわけで使っていれば万能スコアとしてどっちも役に立ってくれるとは思います重厚でがっしりしたものが欲しい人はこのエンパイアの方行った方がいいと思うんですけど まあもう少し安価で取り回し性能が良く、まあ、国産にこだわる人なんかいたら、まあ、新潟世紀さんの方がいいんじゃないかなと思います。まあ、どっちも使えますよ。というわけでコンビネーションルーラースコヤでした。いや、今日は本当はもっといろいろ紹介しようかなと思ったんですけども、ちょっと時間的に問題があって、このぐらいで終わらせていただこうかなと思います。また違う機会にいろいろ紹介していこうと思います。というわけでこの動画があなたの DIY の参考になれば幸いです。 よろしければチャンネル登録、グッドボタン、どうぞよろしくお願いします。あと、ベルボタンもお願いします。それではどうもありがとうございました。